そしてサンプリングタイプでキーゲートというものがあります。これはキーに直接録音してしまおうと、そういうものですね。ドレミファソラシドドレイパポタピポドボイポドボイポドボイポドレイパイエドイパドタドパイド。これまたすごいことに、各サンプルに対してエフェクトをかけることができます。ドンドンドン、これをポチッと、ドン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 、これフランジャーですね。ドンコーラス、ドン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 、リレーですね。ドンリバーブ、ドン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 、トークモード、ピッチシフト、これ全部ピッチシフトしてみましょうか。エフェクトを切ると普通に口で言ってるんですよ。ドン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 。ピッチシフトすると、さらになんとカオシレーターのようなオーバーダブのシーケンサーを内蔵しています。